ドイツに捕獲された、モラーヌ・ソルニエル MS406 をスイスで、ライセンス生産した、D、D-3801 モラーヌ、ソルニエラリー MS185MS341 モラーヌ・ソルニエは1911年10月に、レーモンド・ソルニエと、レオン、ロベールのモラーヌ兄弟によって設立された、フランスの航空機メーカー。 同社は1960年に買収されて分散した。最初の製品であるモデル A は、前身のモラーヌ社から設計を引き継いだ、単葉機であり、翼を曲げることによって操縦する方式を用いていた。その方式の飛行機で、ジュール・ベドリーヌは1911年5月26日に、パリマドリードレースに優勝していた。初めて商業的に成功した機体は、 第一次世界大戦初期に戦闘機として使用されたモラーヌ・ソルニエルであった。エルはローラン・ギャロスが行った機関銃を航空機の正面に取り付けてプロペラ回転面を通して発射する仕組みの実験に用いられた。しかし初期のタイプはしばしばプロペラを撃ち抜く結果となったためギャロスは1915年に正しく動機しなかった。 弾丸をそらすための金属のくさびをプロペラに取り付け、すぐに驚異的な数の撃墜を記録し始めた。モラーヌ・ソルニゲは基本的な単葉機デザインの発達版を開発し続けたが、1915年頃には新世代の複葉機に性能的に完全に凌駕されるようになっていた。一種類のデザインだけが戦後も生き残った。その機体、LMS パラソルは、 L タイプの単用機の最後の発展型だったが、下方視界の改善のために、主翼は胴体のさらに上に移されていた。第一次世界大戦後、モラーヌ・ソルニエは、練習機と民間航空機の設計をいくつも手掛けたが、第二次世界大戦勃発の機運が高まるに伴い、再び軍用機を製作することになった。 1920年代後期から1930年代初期にかけて MS-230 や MS-315 をはじめとするいくつかのパラソル、翼戦闘機を開発したが、性能が十分でなく、これらは練習機として使用された。モラーヌ・ソルニエが大きな成功を収めたのは大胆な近代化を施した MS-406 であった。MS-406 は、 第二次世界大戦が始まった時、フランス空軍が最も多く装備していた戦闘機だったが、その時点では設計が古くなっており、より進歩したメッサーシュミットボーイフレンド109に対して苦戦を強いられた。第二次世界大戦が終わると、モラーヌ・ソルニエはいくつかの練習機と民間航空機モデルの生産に戻った。 最もよく知られているのは四座で簡単な曲技飛行も可能なエストール機として成功したラリーシリーズである。モラーヌ・ソルニエは1962年1月7日にポテーズに買収されてシームズとなった。1966年に首都アビアシオンに統合された際民間機部門が分離してソカタとなった。エビアンズ・モラン・ソナー、アビエーション・フランセーズ。 ありがとうございます。